祖国解放戦争勝利記念館は、朝鮮民主主義人民共和国のピョーニアン市、西川道にある軍事博物館。朝鮮民主主義人民共和国が、祖国解放戦争と定義している朝鮮戦争で、アメリカ帝国主義に勝利し、祖国と人民に貢献した指導者、金日成の業績を記念する、博物館として、1953年8月17日に、 祖国解放戦争記念館として開館した。その後、勝利の名を冠して1974年4月11日に、現在の場所に移転し祖国解放戦争勝利記念館として再オープンした。またさらにその後改装が行われ、北朝鮮が戦勝60周年を自称する2013年7月27日に再オープンがなされた。改装前は、 当時の戦場を描いたパノラマ画をはじめ、朝鮮人民軍や国連軍によって実際に用いられた軍服や自動小銃、ミッグ -15、T-34M4 抽選車などの武器類や、朝鮮戦争当時の写真やパネルなどの資料が展示、公開されており、解説員による説明を聞くことができる。また、館えには、 朝鮮人民軍をテーマにした銅像が並んでいるほか、館内には、金日成を称える壁画や、金日成の言葉を記したレリーフが並んでいた。2013年の改装後は展示物の整理と、近代的博物館化が行われ、朝鮮戦争で活躍した朝鮮人民軍の栄誉兵器、路角した国連軍の兵器、 プエブロ号事件で逮捕したプエブロ号を屋外展示し、プエブロ号の船内で露角品や、当時の新聞記事、プロパガンダビデオなどを回覧することができる。屋内展示では、朝鮮人民軍の英雄の戦士や遺品、軍服や小銃朝鮮戦争全体の戦士が、当時の資料とともに展示されている。また、入り口ホールには、近日生の巨大な像が設置されている。 大田館と名付けられたホールには、朝鮮戦争の朝鮮人民軍の戦闘を描いた巨大な回転式ジオラマがある。なお、朝鮮人民軍側に協力した中国、人民志願軍に関する展示はないとする日本の書籍があったが、展示ホールが存在している。朝鮮新報社編、朝鮮民主主義人民共和国ハンドブック。 在日本朝鮮人総連合会中央本部1988年 http コロンスラッシュスラッシュ chosonsinbo.com スラッシュ jp スラッシュタグスラッシュ e7%a5%96%e5%9 バイトパーセント bd%e8%a7%a3%e6%94% BE%E6%88%A6%E4%BA%89%E5%8 バイト q d e 5 8 8 a 9 e 8 a 8 9 8 e 5ボーイフレンド%、b 5 e 9 A4%A8%EF%BC%88%E6%88%A6%E5%8 バイト %QD%E8%A8%98%E5%Boyfriend%B5%E9%A4%A8%EF%BC%89、e e。加藤まさき。 著中森明夫、プロデュース、北朝鮮トリビア、アスカ新社2004年 ISBN978 から4から87031619 5竜雲山市、朝鮮の中国人民志元軍烈士を偲ぶ。人民日報。 http://japanese.china.org.cn コロンスラスラッシュポリティックススラッシュ txt スラッシュ2015-10スラッシュ12スラッシュポインテント36791959 htm2015 年11月9日閲覧中国常務委員中国列車料を訪れ列車外交中央日報 http://japanese.jons.com コロンススララッッシュエエス,ドットスラッシュアーティクルスラッシュ874スラッシュ 206874.html2015 年11月9日閲覧ありがとうございます。